皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ある世代にとって、お笑い界のスターだった、半ニャ。の金田聡。史。全盛期にはテレビで見ない日はないほどの売れっ子で、2桁のレギュラー番組を抱えていたが、今ではバラエティへの露出が減っているように見える。しかし実は意外なところで再ブレークを果たしつつあるようだ。関連写真、大河ドラマ、光る君へ。 貞子役高畑充希枕草子誕生シーンのオフショット一応説明しておくとハンニャといえば2000年代のお笑いブームに乗って大ブレイクしたお笑いコンビだ爆笑レッドシアターフジテレビ系などのお笑い番組で一躍脚光を浴び人気者の階段を駆け上っていった「筑壇ずんぶんぐんゲーム」のネタは今でも多くの人に知られているだろう その後、お笑い界の勢力図が変化していき、2015年には代名詞ともいえるレギュラー番組、ティラメキーのテレビ東京系が終了。いまだに往年の勢いは取り戻していないものの、金田は別の分野でその地位を確立しつつある。すなわち、実力派俳優という立ち位置だ。特に2024年は、怒涛のような活躍を見せている最中。 例えば7月4日から「ディズニープラス」のスターで配信が始まったドラマ「七夕の国」では怪しげなセミナー主催者柳原明の役を演じているスーツを着てぴっちりと髪型を決めているにもかかわらずうさんくささを隠しきれていない様子はいかにも金田らしいキャラクターださらに俳優としてのキャリアの集大成といえるのが NHK 大河ドラマデビューを果たした 光る君へだ同ドラマは紫式部の生涯を描いたストーリーだがその中で金田は一条朝のシナゴンの一人である藤原忠信という人物を演じている成信は出世欲が強くずる賢さを武器に活躍する一方ファーストサマーウイカ演じる気境とロマンスを繰り広げる面白い役どころそこに金田の演技がうまくはまっており大きな注目を浴びている そもそも同ドラマに関しては、金田の見た目が平安貴族のイメージと妙に合っているという評判もあり、今後は時代劇にも活躍の幅を広げていくかもしれない。もともと役者適性があった憑依型芸人。とはいえ、金田が映画やドラマに出演し始めたのは、ここ最近のことではない。俳優デビュー作は、2008年に公開された新垣結衣の主演映画、 フフレフレ少女でウエイトリフティング部の主将役を務めていた。それ以降もさまざまな作品に出演し、2010年には映画「私の優しくない先輩」で初主演。その演技が評価され、第2回多摩映画賞にて最優秀新進男優賞を受賞している。コミカルさを全開にした役だったので、 同作ではお笑い芸人としてコントで培った演技力も存分に発揮されていた印象だそれから10年を経て金田はシリアスな役柄も難なくこなす名優として存在感を増してきた2021年に公開された原田雅人監督の映画「燃えよ剣では新選組の八番隊隊長藤堂平介役として出演主演の岡田純一演じる土方歳三を相手取り 見事な殺人を披露しているさらに2022年には再び原田監督と岡田純一がタッグを組んだ映画「ヘルドックス」に出演インテリ役ジ三ク国枝役として渋い魅力を感じさせる演技を見せつけており盟友のような風格も漂わせていたそんな役者としてのキャリアを経て大河ドラマでの活躍によってより多くの人に注目を浴びている金田 今後のさらなる飛躍が楽しみでならない。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。